はい、後ろお願いします。寿司三昧、お願いします。で、これキロにしますと何万になりましょう。キロ120、キロ120となりますと2013年の1億5540万円の2倍以上です。2倍ぐらいになりますか。社長、やっぱり豊洲市場の発生ということもあったんですか、この高値は。いや、いいマグロただ買おうとしたら、ちょっと高くなりすぎちゃった。あまりにも2倍以上なんで、前の高値のね、やっぱり社長のお気持ちはどんなお気持ちだったのかなと思います。いいマグロだから。やっぱり一目見て、このマグロと決めたんですか。お客様です。結構動かないと。あの人は右から、左側は。はいはいはい。お客様の入り口だけちょっと開けてください。お願いします。じゃあこれ何キロになりましょう。278キロ。でもう一回落札の値段をお願いします。120キロ。こんなにいますか。合計で3億3360万。はい、寿司といえば寿司三昧。どうもありがとう。また並びのお客さんに迷惑にならないようにお願いします。男性店の方が本物見ちゃった。本物見ちゃった。よろしいですか。もう少しこちらに向いてください。こちらに。はい、ありがとうございます。もう限界です。はい、はい、メディア、大丈夫、大丈夫。かばんしれないです。重い。大丈夫。ごめんなさい、ちょっと失礼。もてがいいマグロ。はい、前の方何枚か取ったら入れてください。お願いします。前の方ご協力をお願いします。この紙見て改めてどうですか。こちら側で。社長、最高です。ね。初めて見ました。頼むね。青音のやつ。はい。今年といえば寿司三昧。はい、すごい油。
でも卵あ、そうですはい、完食はい、はい、お寿司といえば寿司三昧